1994-95 年のシーズン、マイケル・ジョーダンが1度目の引退をした後の NBA で一番の人気があったチームがオーランド・マジックでした。彼らには NBA で3年目を迎えるシャックと2年目のペニーがいました。彼らの試合は全米中継がリーグで一番多く組まれるほど人気を誇っていました。今回は95年のオーランド・マジックについて語りたいと思います。1995年、オーランド・マジックはチーム創設が6年目の若い球団でした。そして幸運なことにドラフトで2年連続1位指名権を引き当てたマジックは、シャキール・オニールとアンファニー・ハーダウェイという2人のスーパースターを獲得することに成功しました。そしてペニーのルーキーシーズンでもある1994年には球団史上初のプレーオフ進出を果たしました。マジックのオフェンスの中心は22歳のシャックでした。シャックは前のシーズンに29得点、13リバウンド、3ブロックを平均し、 NBA キャリア3年目ながらリーグ最強のセンターの一人となっていました。彼の相棒としてプレーしていたのが23歳のペニーでした。ペニーはガードながらサイズがあり、得点、アシスト、リバウンドをいずれも高い水準でこなす次世代のオールラウンドプレイヤーでした。2人のサポーティングキャストには、89年にマジックが誕生した時からの生え抜きのスコアラー、ニック・アンダーソン、創設2年目に入団したスリーポイントシュートの職人デニス・スコット、そしてブルズで3連覇を経験しており、オールディフェンシブチームの常連でもあるパワーフォワードのホーレス・グラントと万能型のガードブライアン・ショーをフリーエージェントで補強しました。マジックはシーズン開幕から好調なスタートを切りました。特に地元オーランドでは2月にソニックスに負けるまで21連勝を記録しました。シャック・ペニーに加えてアンダーソン、スコット、グラントが平均で2桁得点を記録し、リーグ1位の得点力を記録。マジックのアップテンポなスタイルは人々の心をつかみ、世界中のスポーツファンがマジックに熱い視線を送りました。そしてレギュラーシーズンをイースタンカンファレンストップの57勝25敗で終え、第1シードでプレーオフ進出を果たしました。シャックはオール NBA セカンドチーム、そしてペニーは2年目のシーズンながらオール NBA ファーストチームに選出されました。ファーストラウンドのマジックの相手は35勝47敗と負け越しながらプレーオフ進出を果たしたボストンセルティックス。シリーズはマジックが圧倒しました。ゲーム1を大差で勝利したマジックは、ゲーム2こそ接戦で試合を落としますが、余裕を持ってカンファレンスファイナルへと駒を進めました。カンファレンスセミファイナルのマジックの相手はシカゴブルズでした。ブルズには2ヶ月前に野球から現役復帰したマイケル・ジョーダンがいました。ジョーダンは復帰してから元の23番ではなく、兄の背番号でもある45番を着用していました。そしてグラントにとっては契約更新をしなかったフルスへのリベンジのシリーズとなりました。シリーズはゲーム1から接戦となります。マジックは残り12秒、1点ビハインドの場面でデニス・スコットが痛恨のターンオーバーを犯します。しかしブルズのタイムアウトの直後のプレーでまさかの展開が起こります。ニック・アンダーソンがジョーダンからボールをスティールし、こぼれたボールをペニーがつかみ、ボールはグラントへ。ジョーダンは復帰前では考えられないようなミスを犯しました。これが決勝打となり、マジックはシリーズ初戦をものにしました。この試合の後にニック・アンダーソンは、背番号45番は23番のようには見えないと発言し、それに激怒したジョーダンはゲーム2以降23番を着用しました。シリーズはその後交互に勝利し、ゲーム6を迎えます。ゲーム6は残り3分でマジックが8点を追う展開となりました。しかしマジックは若いチームだとは思えない落ち着いたプレーで点差を縮めていき、
最後はニック・アンダーソンのジャンパーで逆転し、シリーズを制しました。平均18得点、11リバウンドを記録し、大活躍をしたグラントは、まるで優勝したかのような喜びを見せました。カンファレンスファイナルの相手は、第2シードのニックスをゲーム7で退け、勢いに乗るペイサーズでした。マジックは前のシーズン、ペイサーズにファーストラウンドでスイープされていました。シリーズはマジックがホームで2連勝、続く第3戦はペイサーズが勝利します。そしてゲーム4は熾烈な戦いとなりました。残り30秒の場面でマジックは1点を追いかけていました。ペニーのシュートが決定打となり、マジックの勝利で試合が終わるかと思われました。しかし最後はリック・スミッツのブザービーターが決まり、マジックはシリーズを同点に持ち込まれました。シリーズはゲーム7までもつれますが、自力に勝るマジックが24点差で勝利し、マジックは球団創設6年目にして初の NBA ファイナルへと駒を進めました。ファイナルの相手はオラジュアン・ドレクサラーのいるロケッツでした。ロケッツは昨シーズンのディフェンディングチャンピオンでした。2人の殿堂入り確実な選手を擁するロケッツは、若いマジックにとっては侮れない相手でした。ゲーム1、最初にリードしたのはマジックでした。マジックは第1クォーターで11点のリードを奪うと、第2クォーターの途中にはその点差を20点に広げました。しかし第3クォーターにロケッツに追いつかれ、そこから一進一退の攻防が続きました。そして第4クォーター終盤に大事な局面を迎えます。残り6秒、マジックのオフェンスでリードは3点でした。時間がないためロケッツはファールゲームに出るしかありませんでした。1本でも決めればマジックの勝利が確定するという場面でした。アンダーソンは2本ともフリースローを外してしまいました。しかしマジックにとっては幸運なことに、外したシュートのリバウンドをアンダーソンがつかみました。4本目のフリースローもミスしてしまいます。ロケッツの最後のオフェンス、残り 1.6 秒、ケニー・スミスが3ポイントを沈め、土壇場で試合は同点になりました。試合はオーバータイムに突入しました。そして決勝打となるオラジュアンのティップインを許してしまい、勝利がほぼ確定していたゲーム1にマジックは敗北を喫しました。この試合は若いマジックにとってとてもショックの大きいものでした。マジックはロケッツに3連敗し、シリーズをスイープされます。マジックの95年のシーズンはあっけなく終わりました。翌シーズン、マジックは序盤にシャックを書きながら、昨シーズンを超える60勝22敗の成績を残し、プレーオフの進出を果たしました。しかし、この年のブルズは打倒マジックに燃えていました。72勝を記録した歴代最強のチームを相手に、マジックはカンファレンスファイナルで1勝も挙げることができず、プレーオフを敗退します。そして、シーズンオフにはシャックがレイカーズに移籍。ペニーは怪我に苦しみ、シンデレラチームはわずか数年で崩壊することになります。今回は95年のマジックについて語りました。シャックとペニーの人気は日本でも絶大でした。そしてマジックの存在があったからこそ72勝を記録するブルズが誕生し、ジョーダンは2度目のスリーピートを達成します。シャックとペニーのキャリアは対照的なものになりました。シャックはコービー、
そしてウェイドという相棒と共に4度の優勝を果たし、ペニーは怪我で輝きを取り戻すことなく引退することになりました。しかしシャックはマジック時代の4年間を人生の中で最高な4年と振り返っており、シャックとペニーのいるマジックは NBA の中で最も輝いていました。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。またチャンネルへのリクエストもお待ちしております。今回もご視聴いただきありがとうございました。